日本生命 B リーグ 2022-23 ポストシーズンスペシャル、サポーテッドバイ島田のマイク。この時間はアルバルク東京の安藤修斗選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。いやでもね、実はもちろんその代表とかね、プレーは見てるけど、こういう近くでちゃんと話をするのは初めてなんですよね、この距離で。はい、だ全然ちょっと謎めいてて、私の中で、安藤選手がどういう人なのかっていうのがね、大体選手たちってプレーとか雰囲気見てるとなんとなく分かるんですよ、私もそこそこいるから、分からない。ベールに包まれてるんですね。包まれまくり、その辺もね、グイッと行きたいというか、今日時間ないからそうですよね、別でね、やるけど、まずは60試合ね、あのシーズン長い戦いお疲れ様でした。お疲れ様でした。今シーズンはまあ田中選手もね、怪我があったりとか、ヘッドコーチが変わったりとか大変だったんじゃないですか。そうですね、かなり大変なシーズンでしたね。もう本当全員揃ったのかなっていうぐらい、そうか、もうコロコロ怪我人が変わっちゃって、だから多分数えられるぐらいしかこう全員揃ってないんじゃないかなと思います。ですよね、ほぼほぼなんかフルメンバーで揃ってるとこ見たことないですもんね。そうですね、特に今年はもう怪我人が多かったですね、だからなんかこうやったこうチームがね、ケミストリーっていうかこういい感じになってきたら怪我人が出たりとかして、こうなんかなかなかしんどいながらもさすが2位でねフィニッシュしてるけど、結構大変だったでしょ。めちゃくちゃきつかったです。もう1月、ね、2月は本当にきつかったです。それはもうなんかチーム状況、それとも肉体的に？いやもうチーム状況です。もう精神的にちょっときつかったですね。もうやっぱり自分のポジションがどんどんいなくなっちゃって、自分がこういろんなことをしないといけないっていうところもあって、ポイントガードもいない、ガードもあのフォワードもいない、じゃあ自分がやるしかないっていうので、まあ、自分の成長にはつながりましたけど、もうあの月は本当にしんどかったです。しんどかった。でもほらやっぱりさ、私の感覚よ、安藤選手ってやっぱ代表に対する思いがすごい強いって感じてるのよ。だから代表にこう選出されるために自分をこうステップアップさせていこうっていうモチベーション高い選手だなって、なんとなく勝手によ、おじさんが思ってるわけ。おじさん違う、あ違う、おじさんじゃない、思ってるわけ。だからそこら辺のところは、そういうところもなんか全部こう肥やしにしてる感じがしてたのね、ポジティブに。そうね、吸収するっていうかね、まあそうですね、まあその2月に一度呼ばれて、まあ落ちて、まあすごい悔しかったし、まあその落ちて帰ってきてからコーチと、まあリトアニア代表もやってたコーチなので、まあその落ちたからこそこれを糧に成長につながると思うし、まあ優勝して代表コーチを迎えしてやろうっていう、まあこんなところで言うのもなんかあれですけど言っちゃって、もうなんであいつを呼ばないんだって、バッチリ。だからもう自分 の, その成長材料にしたらいいんじゃないっていうアドバイスをもらったので、まあ本当にそれで自分の気持ちもすごい吹っ切れたかなと思います。そうね、まあ、でもその辺の詳しい気持ちがすごく出てて、ね、代表合宿とも練習見に行ってたからめちゃくちゃ良かったんですよ、で絶対選ばれるなと思ってたの。だからまあでもそういうもんよね、でもそれをチームに戻って、その悔しさをねバネにってことで、なんとシーズンスリーポイントの確率が 32.2 から 35.4 って上げてますもんね。まあ、この辺は意識してますか、スリーポイント。そうですね、まあ、去年よりもやっぱ試投数もかなり増えてますし、まあ、今年はやっぱ自分自身何かを変えないといけないと思ってたシーズンだったので、まあ、本当にそういった部分が、まあ、少しずつ変わったのかなと思いますね。チャンピオンシップのテーマを伺いましょうかね。あ、そうですね、あのチャンピオンシップのテーマが共に超えろというものなんですけれども、これにつなんで安藤選手に伺っていきたいんですが、ズバリチャンピオンシップに安藤選手が超えていきたいこと、これからカメラに向かって宣言をお願いします。はい、クォーターファイナルを超えたい、これです。おー、クォーターファイナルを超えたい。クォーターファイナルの相手は、まず島根なんですけど、僕こうプロでやって7年目なんですけど、全部クォーターファイナルで負けてるんですよ。あ、出たシーズン、一度も超えたことがないんですよ。あ、そうかそうか、ごめん、アルバルク東京としてではなくて、僕個人として、ね、個人として。そうなんですね。そうなんだ、もうそれは島田調べ度はちょっと、そうでした、足りてなかった情報だ。あと一歩、はいはい、もう最初琉球とやって、2年連続やって2年連続負けて、で去年もアルバルクで出て島根の地で負けて、なるほど、なかなか超えられないんですよ、これが。そこはリアリティある話です、まあ、そこ超えたいですね。超えたいですね。まあでも3回目のね優勝がかかってるんで、はい、まあクォーターファイナルとは言えずね、
超えていただければなと思います、はい、頑張ります、はい、うん、より具体的な目標がね飛び出しましたけれども、我がチームのチャンピオンシップにおいてここを見てほしいっていうポイントいかがでしょう。まあチームとしては、まあ、たくさんやっぱコミュニケーションを取るのが、まあ、今年のチームの、うん、まあ、なんていうんですかね、結構変わったところかなと思うので、うん、まあ、そういったところを見てもらえればなと思います、うん、やっぱりコミュニケーションはあれですか、英語ですか。英語ですね、はい、うん、まあ、基本的にライアンがずっとこうなんか言ってくれるので、うん、僕はまあ聞いてるだけなんですけど、うん、もう引き続き英語が中心ですか。そうですね、まあ、ザックさんがいるので通訳してくれるんで、うん、まあちょっと今回ね、はい、対戦相手のここを警戒してるってのありますか。まあそうですね、やっぱ得点力が高いチームなので、うん、まあ、そこをいかに抑えるかっていうのがやっぱキーポイントかなと思います、うんうん、攻撃力はねすごいんで、リーグでもねトップクラスですからね、はいはいはい、では最後になりますけれども、ファンの皆さんに意気込みを改めてお願いします。はい、まあ、去年と同じ対戦カードっていうのはまあ何かの縁だと思うので、まあやっぱり自分たち本当に今チーム状況としても苦しいですし、まあ全員がなかなか揃わない状況ですけど、まあ今一人一人がやっぱやるべきことをしっかりと認識していると思うので、まあしっかりと自分たちやるべきことをやれば勝てると思うので、あの一緒に戦ってください。ありがとうございました。力強い言葉ですね。ここまでのゲストはアルバルク東京安藤修斗選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。ありがとうございます。